アレクサンデル七世の墓サンピエトロ大聖堂、アレクサンデル七世は、ローマ教皇。本名、ファビオ・キージ。学問と芸術を愛し、ベルニーニのパトロンとなって、多くの作品を残させた。他方、ジャンセニスムを断劾し、イエズス会を擁護して、フランスと対立した。シエナの名家、キージ家の出身のファビオは、教皇パウルス五世の王位にあたる。 シエナ大学で哲学、神学、法学を治めると1627年にはフェラーラの副教皇大使として着任。さらに知り合いの数奇教の推薦によってマルタの巡察士に任命されて司祭に除外され、ケルンの教皇大使を歴任するなどキャリアを重ねていった。外交能力を買われて1648年からの ウェストファリア条約のための話し合いに、教皇庁の施設として参加している。この条約によって30年戦争後の新秩序が構築され、フランス革命までの安定をもたらすことになる。ファビオは、教皇院のケンティウス10世に、ローマに呼び戻されると、数奇教に挙げられて、国務長官の地位に就いた。1655年の教皇選挙は80日以上。 かかって難航したが、スペインの数奇教団の後押しで、ファビオが新教皇に選ばれ、アレクサンデル7世を名乗った。当時、教皇庁ではネポティズムへの批判が高まっていたことも、受けて、教皇は、親族のローマ訪問すらも禁じていたが、徐々に親族を招いては、自分のために働かせ、シエナのキー付けにも、露骨に便宜を図るようになっていった。教皇自身は、 政治よりも学問や芸術を好んだ。彼はパリで自身のラテン語詞を公開もしている。さらに建築を好み、ローマ市内の整備に力を入れた。古い家を壊して道路を拡張、整備するだけでなく、建築家ベルニーニのパトロンとなって援助したことで、サンタマリアデル・ポポロ教会の装飾、サンピエトロ大聖堂のペトロのカテドラなどを完成させている。 中でも特に有名なのは、サンピエトの広場を囲む二重の中老である。アレクサンデル7世の在位中、スウェーデンのクリスティーナ女王の改修と退位が話題となった。彼女はカトリックに改修すると王位を放棄して、ローマに移り住んだのである。1655年のクリスマスのことであった。教皇は彼女を歓待し、ローマでの生活に便宜を図った。 外交政策においては常にフランスとの衝突が繰り返された。もともとフランスのスーキ教団はキー児の教皇就任を歓迎していなかったが、妥協策としてキー児の教皇就任を呑んだという過去があった。特にルイ14世のアドバイザーであったマザランスーキ教はフランス教会の自立を唱えて教皇と対立し、フランスと教皇庁の関係が悪化。 マザランボ後も衝突が繰り返され、アビニオンまでが教皇の手を離れて、フランスの手に戻ると、1664年のピサ協定で教皇が、ルイ14世に謝罪するという形で決着が図られた。1640年に、ポルトガルがスペインからの自立を求めて教皇に、仲裁を依頼した際には、スペイン側の肩を持っている。また、教皇は、 イエズス会への思い入れが強く、ベネツィアが領土であったクレタへのオスマン帝国侵入に、際して強行に援助を求めると、見返りに1606年に発動されていた、イエズス会員のベネツィア追放の解除を願っている。また、フランスにおいて盛んであったジャンセニスムを批判し、ジャンセニスムを弾劾していたイエズス会を支持した。フランスの主教団は1653年に、 発せられたコルネリウス・ヤンセンの著作、アウグスティヌスへの誤尾の指摘の取り消しを求めていたが、却下され、フランスと教皇庁の関係悪化を促進することになった。教皇は、特にジャンセニスムにおける恩調と人間の堕落した、本性についての理解に行き過ぎがあるとして批判した。1665年の教書において、ジャンセニスムへの断崖において、 フランス史教団の忠誠を求めたことも大きな論議を読んだ。他には1661年にはミサテン書のフランス語訳を禁止、1665年にはフランシスコサレジを劣勢している。また、学問を愛した教皇はバチカンに収蔵されている歴史資料を初めて学者たちに公開することを許可した。ありがとうございます。